こんにちは。春風ツアーです。今回は出雲空港からイエローナイフへのフライトスケジュールをご紹介いたします。出発は8月です。出雲空港を9時35分に出発いたしますと、イエローナイフへは同日の15時57分に到着いたします。直行便はございませんので、羽田空港到着後は成田まで移動していただいて、 そして成田空港からのご出発となります成田を出ますとカナダのカルガリーに到着いたしますここで航空機を乗り換えてイエローナイフへ向かいます航空機のお時間は予告なく変更になる場合がございます8月は中旬から夏オーロラのシーズンがスタートする非常に良い時期ですイエローナイフでの夏オーロラにつきましては どのようなことでもお気軽にお問い合わせください今回は8月出発の出雲空港からイエローナイフへのフライトスケジュールをご紹介いたしましたありがとうございました